これはワイドトレッドだからできるんですね。堀さんのは、ナローゲージなんで、真ん中行きましょう。堀さんのは、あれやるとやばいんで、はい、真ん中行きましょう。右じゃなくて、右じゃなくて真ん中、誘導します。大丈夫ですよ。ゆっくりですよ。オーラオーライ。ローに入れて、ゆっくりで。普通に走るように。で、うん、大丈夫。若干左に切ってください。はい、外落ちるんで、ゆっくりですよ。ブレーキ踏みながら。どうぞ。そのまま。はい。大丈夫です。はい、OK。ゆっくりですよ。で、そっからちょっと左に切りますか。はい。あ、そんなもん。はい。徐々に左。で、そのままいいですよ。ちょっと若干右に戻しながら、そう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 。で、左です。あ、浮いてる浮いてる。あ、かっこいい。今写真撮りたかったね、今。で、ちょっとバック。ゆっくりですよ。今ね、タイヤ浮いたから写真撮りたかったんです。うん、かっこよかったんだよな。はい、どうぞ。落ちてますよね。で、右に切ってください。はい、ちょっと若干右、はい、今右乗るんで、はい、で右が上がるんで、はい、で平行になるんで、で左です。左、右切っちゃダメです。あだあ、一回左、あのバックですね。オラオライ。オッケーですね。倒れないんですよ。乗ってると結構角度あれですよ。そうですよね。わ、はい、かります、わかります。はい、では最後の、ちょっと V 字に掘れてるとこですね。ここをクリアするともう出口ですね。じゃあ堀さん行ってみましょうか。どうぞ。これ左落としていきますか。いや、いや、左落とした方が逆にちょっと左に傾きますけど、コロってはいかないんで。いかない、本当にいかないです。いかないです。え、じゃあどういう風に。だからあんまりキャンバーつけたくなかったら左に寄ればそんなつかないです。で、あのタイヤの あたりは。そうですね。行くときどうやって来たんでしたっけ。これ登ってきたんですよ、堀さん自分で。そうですよ。自分、はい。あんまり右かけない方がいいですよ、だから。そのまま OK です。そのままです。はい。ゆっくりですよ。ゆっくりですよ。そのまま大丈夫です。止まんないですかね。大丈夫です。いや、でも堀さん、わかりますよ。この角度で私もビビってますから。わかりますよ。体こっちに、ね、そう、もう、わかります。もう超怖い、これ。うん。すげえよくわかる。あ、そうですね。はい。ほらほら、はい、
ね、左に切っていって大丈夫です。左で、はい、今度は左なんですね。はい、なんとか、あ、余裕っすよ、余裕っす。ナイスユーゴですね。ありがとうございます。ありがとうございます。余裕っす。あ、もうないっすもんね。もうないっすね。やっと抜きました。お疲れ様でございました。誘導ありがとうございます。いえいえ、とんでもないです。どうも。同じ、出身、出身なんで分かりますよ、ここの怖いのが。いや、怖いってもんじゃないですよ。うん、分かりますよ。勝手2ヶ月かかるじゃないですよ。もうちょっと前行って僕も止めます。ええ、でも上手だよね。うん、きっと、堀さん、そのキャラだったら、人気者になりますよ、はい、YouTube でね。まあ、ぜひ、ほんとね、全然ならないですよ。うちらと一緒にロッククローリングもやってくれたら、いい、もう本当に。何ですか、ロッククローリングって。岩登り、俺は。解説側の人間になりますから。いや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 、ぜひぜひね。今度、ほんと連れてってください。まあ、ぜひぜひ。僕は見てますから。隣に乗った、ひっくり、隣に乗ったことあるんすか？え？ロックの隣に乗ったことあるんすか？隣あったっけ？あ、最初の頃乗ってましたね。あれ一人重くなっちゃうとあれなんじゃないですか？そうだ、やっぱりきついところは降りてもらえない。ああ、危ないし。ありがとうございます。うん、いやでもジムディーンの走破性がここまですごいものだとは思っていなかったので、はい、ね、びっくりしました。本当にノーマルでここまで来ることができたというのはものすごい。うん、あの、うんとね、自信につながりましたね。うん、うん、と、どのタイヤだって、これ、ハイウェイテレーンだもん。ね、中古タイヤで、はい。そう、タイヤもハイウェイテレーンだから、本当のノーマル。で、今のとこ、走っちゃいましたね。はい、うん、すごいですよね。いや、もうおかげさまで皆様の誘導があったので。鈴木様様ですね。ジムニー様様ですよね。はい、いやでもそのお二人の誘導がね、なければ、いい、本当にハンドル右って本当に右なのかよ。どうしても逃げたくなっちゃう、逃げたくなっちゃう気持ちがどうしても強い。そうなんですよね。びっくりしました。あと、そのハマってもバックができるっていうのはびっくりしました。すごかったです。本当にありがとうございました。じゃあ、 また次回何かあったらよろしくお願いします。次は、あの、来年には冬はスタッドレス購入させていただきます。ああ、そうですね、あ、そうですね。夏に、あの、来春にはゴチスタイヤ入れたいと思いますね。はい、真面目に、はい、はいはいはい、MT タイヤがいいですから。 RT はダメですよ。あ、あの、ハイブリッド、新しい RT はダメなんですか？ダメです。じゃあやっぱ MT ですね。あんまり YouTube で言うとどうなのかと思うけど、でも林道走るなら MT タイヤですよ。うん、こういうところですね。うん、はい、この間見たほらドローンの時に、うん、あれなんかやっぱり MT、うん、やっぱ MT でいいです、うん、聞くよね。別にロードノイズとかそんな気にならないじゃないですか、うん、車のエンジン音がやっぱりね、どうしてもあれなんで、そういうの気にする車ではないと思うので、うんうん、ジオランダーがいいです。ジオランダーがいいですか、やっぱり、はい、横浜ジオランダーさん、はい、なんかあのさっき言ったように、あの、オープンカントリーは本当にダンベリしてもう減ってるんですって言うんですよ、まだ入れたばっかり、うん、でもオープンカントリーの MT ってなんかどう、あるよ MT、ね、あれどうなの、あれは泥ではいいよね。林道はダメ。いや、林道でもいいと思うよ。うん、やっぱジオランダーがいいですか？でもジオランダーの方がいい、うんうん、はい、それではですね、その今日初めて、初めてではないんですけども、結構エグいところを走った、堀さん、皆さんいかがでだったでしょうか？すごく楽しい方でですね、またぜひご一緒して ね、 ね、ご一緒したいですよね、うん、ああいう楽しい方は大歓迎なんでですね、ちょっと今すごいですね、これ揺れちゃってということでですね、栃木県の某林道からお送りいたしました。皆さんご視聴ありがとうございました。さよなら。